皆さんこんにちは、ワンご機嫌プードル。はい、というわけで始まりました、栗巻亮&フランツの夏休みは終わらせない。メインパーソナリティを務めさせていただきます栗巻亮と申します。皆さん本日はよろしくお願いします。ワン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 。はい、というわけでね、ちょっと犬とパンダがいる不思議な絵面になっておりますけれど、こちらの番組はですね、私栗巻亮が自ら番組を企画制作しまして、そしてパーソナリティを務めさせていただきます超チャレンジ型のラジオとなっております。そしてですね、この番組名にもあります通り、夏休みは終わらせないということで、まあこの放送が現在8月の27日となっておりまして、まあ全国の小中高生は今日含めてあと5日でもう夏休みが終わってしまうんですよね。すごい寂しいですね。まあですから、この夏休みの終わりを悲しむのではなく、最後にドカンとね、大きい企画をやっていきたいなということで、この番組を、配信番組をさせていただく形になりました。まずですね、ちょっと私の自己紹介を少しさせていただくんですけれど、私は栗巻亮と申しまして、普段は声優と俳優をさせていただいております。まあ、昨年2023年の2月からデビューしまして、ちょうど1年半を迎えるところなんですけれど、昨年は1年目ながら舞台10本立たせていただきまして、で2年目となる今年はですね、まあ、あの韓国発のホラーゲームの吹き替えで主人公声優を担当したりですとか、あとは、まあ、ドラマにもちょくちょく出させていただいたりですとか、まあ、ちょっと舞台の出演を2本、朗読劇の出演を1本控えているなど、まあ、上々の芸能活動、芸能人生を送っているという形でございます。まあ、私の自己紹介はね、このぐらいにして、まあ、今回この番組を私と一緒に盛り上げてくださる超最強助っ人の方々に来ていただいております。 M1 グランプリ2024年1回戦を1位通過、 ABC お笑いグランプリでは準決勝に進出、今ノリに乗っているお二人です。魔石芸能社のフランツさんです。どうぞ。お邪魔します。いやあのね、おうおうあ、もうやってもいいですか、まね、うん、あのね、うん、僕30歳になんねんけど今年で、恋愛テクニックみたいな、うん、なんかいろいろそういうの全く知らんねんな、うん、かわいそ何がやねん、かわいそ、お前も知らんやろ絶対。俺は正直そういう恋愛テクニック知ってるし、お前に教えてあげることもできる。どんなんよ。まあその手相占いを使った、こう簡単なやつやねんけど。おお、手相。じゃあ今お前やったろか。あ、みたいな。今ここでお前にやったろ。見せて。じゃあでそれでこうやってみてさ、でお前がちょっとでもなんか俺になんかかっこいいなみたいな、男ながらに惚れるなみたいな、これちょっとでも思ったら、はい、じゃあ俺が好きなジュースこれ一本これおごってくれよ。ああ、ジュースぐらいやったらいいよ。あ、ほんまに、うん、かっこよかったらな。あ、ほんまに。もちろんね。あ、じゃあ本気ださ。やってみじゃん。ババのままでいい。このまま接するわな、うん、じゃあ。いやー俺さ、何これ最近手相占いハマってて、ちょっと見てもいい？まあ、自然な流れかな今んとこ。これえ、これスター線って言って、あら、これスターの素質がありますよっていう線。おお、最高じゃんかこれ。うん、これお、これ神秘十字線って言って、これ神様が見てくれてますよっていう線。あ、めっちゃいい線だこれ。まあ、ボディタッチもしてるでってことなのかな、うん、こんないい線ばっかりだったら、うん、もう最高の一年になること間違いなしだこれ。ああ、まあこんなんは嬉しいかもな、うん、いい。まあそんなとこかな。何してんねん最高の一年って聞いたのに何した今。恋愛テクニック。え、恋愛テクニック今の。本気なすってたから。今、俺やから。お前も嫌やろ、これ。でも、ジュースくれんねやろ。ほんまにしたから。ジュースくれんねやろ。ジュースやで。まだ途中やから。ジュースでできる今度。まだ途中やから。途中？てか、手、大きくない？大きいかな。手、大きいよね。はいはいはい、手、ちょっと合わせてみていい？はいはい。やめろって！お静かに。ジュースやぞ！なあ、黙ってろ。お前どんだけ美味しいジュース知ってんねん黙ってろ。じゃあお前どんだけ美味しいジュース知ってたらこんなことができんの？ジュース一本でできひんからこんな。ねえプリンセス、
お前俺の知らんジュース知ってるやろ。プリンセス。俺の知らんめっちゃうまいジュース知ってるやろ。え、プリンセス。こんなことできへんから。プリンセスと出会えたこの奇跡、運命なのかもしれない。どんだけ美味しいジュースやねん。なあ。月が綺麗ですね。何味やねん。何味？ねえプリンセス。どんなジュースか教えて。プリンセスと出会えた。喜び。瓶のやつやんけ。瓶の高いジュースや。プリンセスに捧げる。はい。皇居とかで飲まれてるやつや。高いやつやんけ。ねえ大切。なあ。ねえ大切。どんなジュース？大切。どんなに美味しいそれ。はじめまして。どんなジュース？何これ、どんなジュース。あ、え、お前もどこかでお会いしましたか。どんなジュース、どんなシステム。ほんでプリンセス、なあやめて。どんなジュースか、ジュース教えて早く。今その北海道の厳選された牛から取れた牛乳と、うん、山梨県産のシャインマスカットで作ったフルーツ牛乳。美味しそう。もうええわ。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、面白いし、はい、やっぱ、ま、ババさん声通りますね。あ確かにこんな狭い部屋でね。そうですね、こんな狭い部屋であんな大声を出して、はい、怒られないか不安でしたね。いえいえ、自己紹介の方をお願いします。はい、ということで、マスギ芸能者で、はい、漫才などを活動しております、はい、フランツと申します。お願いします。はい、こんにちチャリチャリご機嫌マネー。うわ、あんまあんま。すごい、僕の誰がこんなで通帳出す。こんにちチャリチャリご機嫌マネー。いやいや、かわいいぬいぐるみとかやね。誰がマジ通帳出すね。お前ご機嫌マネー、ご機嫌マネー出すな。ご機嫌マネー一番開いたらあかんとこ。拡大したら見れちゃいます。何してんねん。でも急にアンサーギャグをしてくださって、いやいやいや、アンサーギャグかわかんないですけどね。ババさんとトキさんですね。ババとトキです。はい、こんにちは。お願いします。ありがとうございます。鳥越あずれ FM にね、出させていただきました。いややっぱりね、ついにね、ついにさせてもらって。確かについにね。やっぱりアントニオ小猪木さんの朝から十字固め、うん、やってるやってます、ね、アズーリ FM ですから。まあね、アントニオ小猪木の朝から十字固めを見て、やっぱ、ね、まあでも強豪やからな、マセキ芸能者からしたら。あ、確かにな。アントニオ小猪木さん の、うん、のもっと大きいアントキの猪木さんが、マセキはね、マセキにいますから。アントキの猪木さんがいますから。強豪やから。確かにライバルの敵地に乗り込んでる感じ。そう、ね、敵陣に乗り込んでる、ね、うん。朝から十字固めてね。なんで迷惑な。やめてよ。猪木でも嫌やのに。そう。小猪木さんもそうですね。プロレス系の番組が多いらしいですね。そうですね。まあ僕らはプロレスはしませんけど。いやそう。いや本当しなければいいですけど。しなければ痩せるんですか。なんか伏線をしないで。こんな細い3人。3人とも結構痩せ型なんでね。全然迫力がないと思います。全く見応えないよ。いや、ありがとうございますね。いやいやいや、こちらこそ来ていただいてね。M1 の1回戦で1位通過されたり。そうですよ。そうですよ。あんな自分で。ABC でもね、準決勝行ったりとか。ABC お笑いグランプリ。面白そうな。こちらですね。出てますね。これ面白そうな。そうですね。面白そうな。はい、皆さん見ましたかこれ。本当に面白かったですね。これ初日でね、初日しかもそうなんですよ。 M1 の1回戦がもうほんまに8月からもう2ヶ月ぐらいね、ぶっ通しでやるんですけど、うん、それの初日の1回戦で、トップ1でそう、一番1位で通過させてなかなかね、すごいですよ。結構芸人さんの間でも話題になったんじゃないですか。声かけられたりとか。やっぱあまりにもね、顔が白すぎるというか、真っ白やね、照明のね関係で。やっぱりね、こう漫才どころじゃないですからね。M1 はね、あの毎回あの1回戦出るたんびに写真が更新されるんですけど、あのプロフィール欄とかね。そうですね、もう全部白、毎年真っ白にしてくれるんで。 M1 は白に磨きがかかってる。そのネタとかもあるんですけど、その肌の白さに磨きがかかってる。そう、やっぱね、その一番面白いやつを決めるっていうのをね、その面白いって、その字面通り受けてしまった。面が白いやつが、面白いやつ、一番顔白いやつ決めるタイプ。すごいな、すごい、ちょっと落語的なすごい笑いですね。
やったね。このただちょっと悲しかったのがこの M1 1回戦のコメント欄が、はいはい、あの7割ぐらい家族チャーハンさんで、あ、3位通過した家族チャーハンさんの方が、やっぱね、カルト的な人気が、チャーハンの話しちゃう、中華美味しいですから、中華美味しいです、ね、何も分かってへん、みんな感想ですね。まあね、ちょっとね、露出とかもね、あっちの方が多いかもしれんから、うん、そうね、あ、いや、まあまあ、まあ、まあでも全然俺たちの方が少なくとも質の高いコメントをいただいてます、うん、あ、ほんまにか、はい、これ言うたってくれ、やっぱね、僕たちはね、顔がね、うん、特徴的なんでね、あ、まあね、顔についてね、見た目ね、言われましてね、去年なんかはね、トキ君がね、はい、3回戦でね、動画上がりまして、うん、それで、左、うん、この画面の左、須田まさきに似てるという、はい、僕ね、M1 のコメント欄、YouTube コメント欄で須田まさきに似てるっていうのがついにバレたんですよね。かなり視力の悪い気づいた男が、気づいた優秀な男が、そんなことない、そんなこといるっていうね。でも今年も似てるコメントあったよな似てるコメントあって、うん、今回は僕、あ、まあ、僕が、うん、まず、左の方、ロッチ中岡と、うん、令和ロマン車を足して2で割った顔をしてる、そうそう、僕がね、まあまあなんかたまに言われるんですけど、まあ、まあ確かに、ね、僕それの返信なんで、はい、そんなことより馬場の方、はい、島田秀平に似てるっていう、ね、ついに気づいた男がね、視力悪いお客さんばっかり、 M1 ファンやっぱね、うん、鋭いですから、あんまテレビ見てない、馬場が島田秀平さんに実は似てることを見抜いたっていう、だからさっき占いのネタあんま似てないわやってみたくて、そう、うん、占いのネタでしたね、そう、手相占いもね、ほんまババがねやった方がいいんですけど、引っ張られすぎやろ、そう、うん、あと怖い話ね、あと怖い話そう、島田秀平さんといえば手相とかもあるけどめっちゃ怖い話を持っているっていう、やっぱりババはね、こうテンパなんで、テンパやったり僕ロン毛やったりするんで、うん、顔だけでこう似てる人を見抜くのは難しいんですよ、そうそう、やっぱりこう、ね、こっちに引っ張られて、髪型に目がいってますから、ね、どっち中岡さんなんて似てないじゃないですか、顔、うん、似てないですね、でも髪の毛に引っ張られてこう言ってくるんですよ、それに惑わされずに俺らが須田まさきと柴田周平のコンビ全然似てないねなことをついにね、一回も言われたことないから見抜いてくれたっていうね、うん、そうそう、そういうのでね盛り上がってくれましたから、コメント欄もこれ嬉しい、あ、やっぱ興味津々ですか、馬場さんは、うん、あの顔というよりか雰囲気なんですけど、はい、なんか中日の立浪監督にちょっと似てませんか、めちゃくちゃ野球やん、急に、はい、二塁打の多いね、急に野球やな、ね、うん、ぜひ今度ライブとかでちょっと試しに中日のユニフォームと帽子をかぶってみて、確かにね、そうそう、一言いける立浪で、立浪の一言、立浪監督でなんか米禁止とか、中日の服と帽子かぶって、ああ、米禁止、 あなた誰ですか、何ですか、立浪です、あれ、セーフティーバントこれでいいってことですね、分からんねん、これやったら最高、ほんまに知らんねん俺、いやでもあの立浪監督は結構バントするんで、ね、なんで合ってんねん、ね、今のは、うん、野球知らない割にはかなり的中してたなって、的中してた、もうバントさせすぎて中日ファンからもちょっと嫌われ始めて、あ、そう、悲しい、あ、そうなんや、うん、詳しいですね、野球、あ、僕野球詳しい、めっちゃ詳しいですよ、僕はジャイアンツファンですけれど、はい、あの中日も結構まんべんなく、まあ、特にセリーグ6球団は結構まんべんなく、あ、なんでずっとプードル触ってるんですか、あ、もうこれあの心が落ち着くからです、あ、ちょっと興奮しちゃってて、その興奮した気持ちを落ち着くために、あのこの子はそうですね、僕が小学、いや幼稚園だな、幼稚園の時から、だって、ね、めっちゃ年季入ってるもんな、うん、めっちゃ、ごめんなさい、ちょっと汚い名前とか、あ、名前は大西ワンワンです、大西ワンワン、大西ライオンみたいに、はい、あの、まあ、本名が大西なんで、ああ、そういうことか、だから大西ワンワンで、はいはいはい、じゃちょっと大西ライオンみたいじゃなかった、そう、あ、まあ、大西ライオン、そうですね、で、結構幼稚園の時からずっと思ってて、ちょっとごめんなさい、ハウスダストとかだったら若干ここにかぶってて申し訳ないんですけど、我慢しますよ、いや、ありがとうございます、我慢って言うなよ、まあ、結構あのこの子がね一緒にいるとすごい心が落ち着くんで、相棒、はい、実はちょっとオーディションの時とか、大きめのオーディションの時とかもちょっとリュックに入れてたり、泣けるじゃないですか、そうです、ね、相棒なんや、まあ、最近はちょっとうちの飼い犬に完全に食われちゃってますけれど、あ、犬飼ってるんですか、ほんまの犬も、はい、飼ってるんですよ、トイプードルのラブちゃんって、あ、それもプードル、はい、珍しい、そうですね、飼ってる人がやるやつやろ、飼ってもいる、本物欲しかったよ、飼ってもいるし、ぬいぐるみもあるっていう、犬が好きなんですね、あ、犬大好きですね、野球も犬も好きですし、
お笑いも野球も犬も犬が好きなんですね、犬好きですね、パフパフって音がそんなにめでたいことではないです。犬が好きなだけで、ね、犬側からのな、まあ、確かに好きなのはいいことですか、好きなんや俺らのことっていうナンパで、そうですね、なるほどね。逆にお二方はなんかペットとかは飼ってたり、はい、犬は怖いですね僕は。怖いんですか。犬は怖いですよ。この子も怖い、こいつは怖ないですよ。怖ない、やめときなさい。噛みますからね。あ、まあね、か噛まへんって言っても噛むでしょ。確かにトイプードルでも最初の頃噛んできましたから、ね、ちょっとね犬怖くて。そう、僕はあのバイトをしてるんですけど、はい、配達のバイト、なんかお店にこのお酒を届けるみたいな、うん、バイトをねしてるんですけど、やっぱ犬飼ってる家が、うん、もう 100% 吠えられるな。ああ、うん、ほんまに、まあ、あの犬の、うん、犬目焼きすぎてもう丸入ってるやんみたいな目の開け方の時あ る、はいはい、るな。あんな犬がグーあーその、もう、息絶え台みたいに吠えてくんねん。メス犬やと思われてんちゃうか。メス犬、ババさんがその、アピられてんの。求愛というか、求愛言ったらね、そのプードル的な、まあ、毛質ではあるじゃないですか。髪質で、うん、他めっちゃ人間やけどな。そのいやその犬目線で言ったらめっちゃそのセクシーな犬なんかもな。スレンダーな。スレンダーな。お金持ちの飼ってる細い犬みたいな。わーんって、そうそうそう。そんな感じに見えてるのかな、うん、そういうことか。そうですね。それでもちょっと吠えられちゃやっぱ怖いですね犬は。まあ、結構ピンポンしますよねやっぱりその配達するとき。ああ、そうそうそう。ピンポンの音にやっぱ。そうそうそう。もうピンポン押したらもう向こうから。やっぱ嫌いなんですか。ああいう音敏感なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。少し。犬は、ウリメスさんのところの犬はあんま吠えないですか。いや、ピンポンはもう必ず吠えますね。もう配達の人がこう開けたらやっぱりガーってなりますし、まあ、それうまく抱っこしてやってるんですけれど、そうですね。なんかやっぱりあと結構配達の時ってこうなんかこういうガラガラってなんか持っていくじゃないですか。なんか、うん、荷物のこう、うん、台車がね、そうですね、台車ガラガラね、だ台車そのガラガラの音も多分犬は嫌なんじゃないかなって、うん、思いますね。はい、犬の大変な話、犬の大変な話、可愛い話とかじゃないと、可愛い話とかじゃない、犬って大変やなで終わったらあかんから。そうですね、まあまあさ、犬大変やけど飼いたいぐらい可愛いってことでしょ。あ、そういえばフンとかもするんですか。いや、やめろや。そうですね、します。あ、はい、お前もするやろ。みんなしますよ。それはお前もするやろ。みんなしますやね。ふんすんねや。なお前はせえへん。お前はせえへんみたいに。ふんすんの。なんで？みんなすんねん。きちゃな。そうですね。いやこいつお前。なんかトキさんはルームシェアをルームシェアをされていると。犬ぐらい汚いみんなとすんで。犬となかなか変わらないぐらい。ふんするしねみんな。そうですね。えぐいぐらい。同じ便器でね。そう。トイレも困ってると思いますよ。その5人で住んでるんですけどね、男5人ぐらい、30ぐらいの男5人が入れ替わり立ち替わり、トイレの前に列をなしてね行列どんどん入ってきますから。そうそう、それが大変よ。犬一匹の方が楽や、絶対ですね。家も汚いですからね。馬場さんはお一人暮らしですか。僕は一応まあ同棲みたいな感じで、してますけど。なめんなよ。まあね、ちょっと俺が同棲できてたらどん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 って。いいな。まあちょっとね、これがいますから。どんって。まあちょっとこれがいますから、ね。これ何これ。ファンクだ。だいぶちょっとこれで住んでますから。そうパンクみたいなやつ。うん、でちょっとね、まあ住んでますけど。まあ、そうそうそう。で。そうですよ。噴する？噴するよ。噴すんのか。噴す。俺の人の彼女噴すんねやとか。一番あかんから。汚な彼女って大変やな。噴するしじゃないのよ。俺彼女ええわ。噴するから俺やめとこ。噴すんねやったらええわ。どういう強がりやね。変な強がりすな。じゃあお二人のそのなんかネタ合わせとかはどちらでされるんですか。あー、ネタ合わせは、ね、事務所さんとかですかね。いやいやいや、いや事務所を借りれるほどまだ僕たちは偉くないですから。うん、事務所来てくれたじゃないですか、打ち合わせみたいな。打ち合わせ狭かったでしょう。いやいやいや、あの中は広かったですからね、あの中の打ち合わせ場所は。建物史で一番前だったね。あれも芸人そんな自由さしてたらこのパンパンになりますから、部屋数もそんなないですから。僕らはまあファミレスとかですかね。ああそうそう、やっぱね、ファミレスで集まって、ちっちゃい一番安いポテトを食べてそうですね、やってますから。そうなんですね。そう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 。なんか、なんか一回、でも公演とかでもやるんですよ。あ、やっぱ公演とかで合わせますね。公演とかでやると、たまになんか、
ほんまにもうネタを明日までに6本覚えなあかんみたいな。そう、新ネタライブね、新ネタ6本やるライブをやってて、そんな日があって、うん、その前日にこうガーッと覚えてる、真夜中にできて、もう公園でもうやるかってやってたら、うん、なんかおじいさん、なんかおじいさんみたいな人がポトポトって公園に入ってきて、うんうん、お、頑張っとるな、お笑いがええなって言って、なんかハイボールくれた。ハイボールをね、それぞれ一人ずつに一貫ずつ頑張れよみたいな感じでくれて、結構なんかね、こうドラマみたいというか、結構熱いじゃないですか。熱いですね。そうそうそう。でも、でもちょっとね、おじさん、なんかその、おじさんがほんまにもう、おじさんの中のおじさん、男の中の男なるの、おじさんの中のおじさんというか、おじさんここにあり、おじさん我極めたりというみたいなおじさんやって、言い過ぎ言い過ぎ、ちょっと恐ろしくて家のメンバーにそのハイボール、白髪でボサボサでね、うん、家のメンバーにちょっとそのハイボールあげましたちょっと、あ自分で飲めよ、怖くて、怖くて、おじさん極めたりという見た目やったんで、まあね、うん、袋にも入ってなかったし、なんかずっとおじさんが持ってたハイボールを、あちょっと手汗がね、そうもらったから、おじさんの全国大会があったら私が優勝じゃ。そう、何やねんそれおじさんのおじさん見た目をしてたかったんで、おじさんがどうかはええわ、おじさんのどうかおじさん同士のビンゴ大会があれば俺は3つ穴を開けた状態で状態から始めさせてもらうでというようなおじさん、すごい喋ってるやん、シードのおじさんみたいな、シードですね、めちゃくちゃ喋るやん、それぐらいのおじさんやったんで、うん、そうそうそう、ちょっと飲まなかったですけど、まあ、そんなのねありますからネタ、うん、結構熱い感じでしたね、外でやってるとね、そういうドラマもあります、どういう感じで想像してるんですか、やっぱ芸人じゃない人からしたら、芸人からしたらまあ公演とかファミレスが結構ベタやなって、うん、当たり前やなって思うんですけど、クリマキさんもやから声優とかされてるから、そうですね、まあ、なんか台本の読む練習とかね、読んだりとか、あと覚えなくちゃいけない時は、うん、まあ、僕はもう家ですね、ああまあね、家で一人やったらね、家でやってて、まあ、基本家か、あるいは、うん、まあやっぱりその公演ですかね、公演で本当に周りに人がいない時とかに、うん、まあでも大体9割方家ですね、はいはいはい、家でまあちょっとうちの犬が寝てる隣でなんか叫ぶセリフやって、もう起こしちゃったりとかするんですけど、ね、うん、そうですね、そんな感じですね、はいはいはい、セリフっていうか、ネタを覚える時とかどうやって覚えるんですか、もう掛け合いを重ねてって、はい、もう反復練習していくみたいな、あでもまあ、うんうん、ネタはまあその一回、うん、このできた時にやって、それを録音するんですね。ああそうそうそう。録音して、こう録音してそれをお互い送って共有して、うん、でそれを聞きながら電車とかで移動するんですよ。そうそう。そしたら勝手に入ってるんですよ。スピードラーニング。スピードラーニング。石川亮さんがやってる。スピードラーニングでネタを覚えてますね。やっぱ聞くのが一番いいんで。そうですね。僕もちょっと似た感じですね。お。僕は自分でやってるってよりかはその。舞台の稽古とかだったら、うん、まあ、稽古の序盤とかで、うん、あのちょっと序盤とか通し稽古をちょっと録音、うん、自分の携帯でさせていただいて、あ、まあ、それをあのやっぱり移動中電車とか、あと寝る前とかに聞いて、はいはいはい、もう聞きながら寝たりとかもして、でやっぱそれで覚えてますね。やっぱ聞くんが一番いいよ。あとはちょっと中高生の定期試験のテストみたいになっちゃうんですけど、うん、はい、あの緑のなんかマーカーあるじゃないですか。緑か赤のマーカーで、で隠すやつ、うん。あれで自分のセリフのところをもうひたーって引いて、もう日本史みたいな感じで覚えたりとか、そういう感じですね。それやっぱそれが一番覚えますね。でもう頭に入れた上で、あの相手役とかとも相談して役作りしていくみたいな、はい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 、そういうスタンスですね。そうなんや、うん、俺もやろうかな。ああ、どうも、うん、あの緑のペンで、緑のペンでどうもって書いてそこ隠してお邪魔します、どうもやお邪魔します、お邪魔します、お邪魔しますか、さすがにもっと仲が覚えてますよ、ね、あよし当てたっていやぜひぜひやってみてください。あ100均で買えるので、確かにいいですね。あ100均でね、もう絶対100均何でもありますもんね。何でもあります。100均の話すんの。ハンガー買いましたこの間ハンガーは100均では買わないですね。あ、ほんまですか、はい、どこで買うんですか。なんか家に溢れ出てきます。え、実家やからですよ。あ、そうですね。あ確かに、何の話だった今のハンガーでしょ。ハンガーの話、ハンガーの話のいつの間にハンガーの話。昨日もハンガー買いました僕。ええー。何層買ってんの。
ハンガーっていうかそのいっぱいあのかけるやつね、まあ、シェアハウスパンツとか干すやつ、あ、洗濯バサミいっぱいあるやつね、そうそうそう、あれ昨日買いました。おただちょっとその話を広げたいところですが、そろそろ企画1の方に移らせていただいてもよろしいでしょうか。ハンガーの企画ですか。ハンガーの企画ちゃうよ。企画じゃないですね。よく出て言ってくれましたってことじゃないからハンガーじゃないから企画やりましょう。はい、じゃあ行きます。はい、お、なんや、激痛さむ栗巻流ロシアンルーレット。イエーイ。はい、こちらの企画はですね、はい、どういった、めっちゃ怖い言葉、はい、めっちゃ怖い言葉、造語ですね、はい、いろんな言葉を造語してますけれど、うん、こちらはですね、あの今こちら見えますでしょうか。はい、うん、こちらにあのちょっとくじみたいな感じで、はい、6つ紙がね入っておりまして、この中にはですね、あのセリフが入っているんですよ、うん、一言ぐらいの、うん、ただちょっとこのセリフの内容がですね、ちょっとなんて言うんでしょう、王子様系というか、はいはい、まあ、乙女芸に出てくるような、ちょっと激痛で寒すぎるセリフがね、そう、恥ずかしいセリフが入っているんですよね。これをまあ自分、ババさん、トキさんの順番でちょっとくじを引いて、はい、まあ、あの自分なりに、自分なりに声とか読み方を作って、カメラに向かって読んでいただくという、はい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 、でもうこの暑い中みんなであの鳥肌立たせて涼しくなりましょうという、なるほどね、スタッフさんも含めてね、みんなで鳥肌を立たせていきましょうという企画となっておりますけれど、しりとりと一緒ですね。全然違うね、しりとりじゃない、話聞け。順番性以外なところは全然違います、ね、順番性やから、順番性、順番性、順番性のところ一緒だ。なんでもマジカルバナナとか全然違うと思ったら、そう、全然違うと思ったら全然違うねんって思いました順番性やから、順番性全部そう、しりとりもこれもね、大体ゲームも一緒ですよ、うん、順番性ですし、あと喋るゲームなんで、確かに口を使うという、口を使うで、ね、いや、めっちゃ一緒、ほぼしりとりや、うん、結構一緒やったんやんけ、まあ、じゃんけんかしりとりだったらしりとりのが近いです。確かにね、うん、でも鬼ごっこかじゃんけんやったら、うん、じゃんけんです。じゃんけんか、部屋の中ですもんね、はい、部屋の中ですもん、早くしようや早くしましょう。で、あの今回6つありまして、その2巡させていただきます。1人2回やらせていただきます。はい、それではじゃあ早速、まあ私が企画者なんでチュートリアル的な部分もお願いしますよ。どんな感じか見たいわ、うん、私がねトップバッター、王子様系ですね。そうそう、まあそうですね、王子様系、まあ、中二系のとにかくかっこいい恥ずかしいセリフが入ってんねやろ。はいはいはい、うん、いや、そう、もう栗巻さんプロやねんから。確かに、そうそうそう、ほんまの本気の感じみたいですね。今喉を潤させていただきます。あ、いや、もう確かに万全の体勢でやってください。じゃあちょっとね、引かせていただきます。じゃあ一番上のから、うん、はい、お、これ見ても読み出すって感じですかね。そうですね、見ても、はい、うん、こういう感じで読もう的な感じでいって、はいはい、あ、じゃあ、はい、というわけでちょっと引きましたけど、はい、あ、ちょっと一番はずいやつだこれ。え、待って、一番はずいやつ引いちゃった。あら、うわ、はい、じゃあじゃあちょっと引かせていただきます。はい、じゃあ行きます。ふとした時に彼女のことばかり考えてしまうんです。彼女は今何してるんだろうって、そのことでいっぱいになってしまう。先生、これが恋という名の病ですか。はい、おー寒いですね寒いやつやで。いや、あのこれ僕、それ白紙なんでしょ。僕と、いやいや、紙なんでしょ。いやいや、自分で全部考えた。あります、あります、全部考えたんでしょ。恥ずかしい人やでこの人。僕と、実はこれそうですね、僕とマネージャーで、はい、なんかネットとかで調べたりして考えたんですけど、はい、あの一番長いや、長くてはずいやつ引いちゃった。いや、長いよ。大丈夫ですよ。長かったもん。先生、他の5つは、ね、先生おらんのに。先生おらんす、うん、あの大丈夫、他の5つはもうちょいあの短いんでコンパクトなんで、じゃあ次僕やろうかな。はい、はい、まあ馬場さんは、ね、結構声が通るんでね、はい、ぜひぜひ期待ですね。はい、おっ、あー、なるほどね。はいはいはい、おい、いやん、あ、これいいやん、はい、普通にいいわ、うん、俺も多分完璧にできるわ、うんうん、じゃあ行きます。ゴディバのチョコレート、すごく甘いね。でも世界一甘いものを僕は知っている。それはお前の瞳。お前誰やねん。おい
や、いや、あり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 、全然あり、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 ちょっとぐらいなんか余韻やらしてよ。あ、恥ずかしいの余韻やらしてお前誰やねん。やめてよ、冷めるな。結構入り込んでやったのに。いや、全然。いや、これいいやん。あ、素晴らしい。こんなんいいやん。いいやつ聞きました。うん、これは、これは全然。俺めっちゃもっと何回も言えるわ。あ、なるほどね。こんなん何個でも言える。ああ、これツイートすることもできる？これツイートは嫌かも。ツイートは嫌かも。あ、いけ。はい。うん。はいはいはい。うんうん。はい。いえ。インダス川をお風呂代わりにしている外国の人たちはいるが、あれってえぐい病気にならないのかしら？インダス川の出身の人とかなら大丈夫なのか？書いてた書いてた。ちょっと待って、それ僕とマネージャー絶対書いてないと。何が激イタさんやの。激イタさん、ごめんなさい。インダス川のおじいさんに思いをはせて、インダス川思いをはせてた、本心が。どこが王子さん、ラジオ中それ考えてたんですか。こんな気持ちを言ってしまいました。お前こんなに今思ってることを言ってしまいました。お前の言う思ってることいらんから、すいません。あよ、はいはいはい、じゃあ改めて、改めまして、王子様、王子様というかかっこいい、とにかくこのセリフ、はい、このセリフを一番かっこよく言って、イケメンみたいな、そうそう、イケボで言ってくれ。はい、イケメンみたいな、はい、はい、う、右目がうずく、くるな、封印した力が暴走してしまう。そんなにおじさん、そんなおじさんやったっけ。昔のイケメン、あんまないよ。戦艦ヤマトとかの、もっとなんかこう住人のなんか若いやつやろ。まあ、あ、これ若いやつか。右目が、まあまあまあ、右目がやとかやろ。ミスター、そう、そう、いや、全然、下王子金也さんみたいな。藤岡弘、藤岡弘みたいな、その藤岡弘、右目が王子金也。昔のイケメンのイメージ、ちょっと世代違う。あ、ちゃうんか。昭和すぎるから。昔のイケメンのイメージ。特撮ブームの時。ちゃうね。二周目ちょっと、趣旨ちゃうね。ちゃんとやらせてくれ。頼むわ。ほんまに。俺もこれやりに来てんねん今日。そうや、それをやりに来てる。本当ですか。そうそうそう、ロシアンルーレット、クリマキ流ロシアンルーレットやりたい。クリマキ流か。そう、やりに来てんの。いや、マジっすか、ありがとうございます。うん、言ってください。もうじゃあちょっと僕二巡目やらせていただきます。はい、イエー、わーイエー。ちょっと心配やな、心配やな、心配やな、引いちゃった。ちょっと照れてたもん。やめてもいいですよ。1巡目ちょっと照れてたからな。いきます。もっと本気でやめます。やめるときないやろ、あんま。いきます。マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら眩しい、眩しいと言ったら君のすべて、君のすべてと言ったら。続けんなよ。30万円の所持金。あんまないな。素晴らしいですね。素晴らしい。それはその30万円っていうのはさっきトキさんの見せてくれ た通帳の中の。もっと少ないですよ。もっと少ない。ああ、でも素晴らしいですね。いや、素晴らしい。いやいやいや、なんかちょっと僕だけ美味しいの引いちゃって、2人に申し訳ないですね。確かにバナナですからね。バナナ美味しいとかじゃないね。さあ、俺の番。はい、あ、すごいの来たね。これもやばいやつ。いいですか。やばいやつ、やばいやつ。じゃあ、いきます。にゃん、にゃん、にゃーん。君のハートに肉球直撃。水飲むか。喉乾いてへんね。頭落としてる。水とか飲むか。ちょおかしくなったわけじゃないから。うん、でも呼んだだけ。窓開ける？一生懸命。いや、違う。熱中症の熱中症の二次災害じゃないか。窓開けるか。なんかクラクラしてるとかじゃない。熱中症でこうならんから俺。うん。ねーんって。いや、これもうめっちゃ。いや、でもないっす、ね。すごい素晴らしい。うん。ああ。これいい感じだもん。じゃあ最後の一枚さ、トキさんお願いします。はいはいはい、ラストスパート。はいはいはい。うん。いえ。言って。思いっきり叩きやがって、ふーん、面白い女、面白い女って言った。野沢直子さんでしたか。そんなおもろいだけや。ほんまにおもろい女の人、野沢直子さんでほんまに面白い女の人言わんから。失礼しました。最近だと金太郎さん、金太郎さんとか、最近だと金太郎さん、ほんまに面白い女の人言わんから。そうですね、面白い女、ちょほんまに野沢直子さんでしたか。ほんまに面白いだけ。そうですね、島田珠代さんでしたか。あ、島田珠代さんも面白いです ね面白い女って言った。いやいやー、寒いですね。逆に僕は変な汗かいて暑くなった。ああ、
大丈夫ですか、お二人は。本末転倒じゃないの。本末転倒ですね。ダメよ。いやでもお二人ね、すごいなんか表現力豊かで、全然舞台とかいけるんじゃないかなって。ああ、ね、俺どの舞台でニャンニャンっていうあれ舞台もんでしたね。舞台もんちゃうやろ、どこの舞台でも通用する。いや二人とも全然声通るし表情も豊かだから、全然。え、なんか舞台とか興味ないんですか、お笑い以外で。ああ、いや、オファーされたこと、でもたまにありますよね、芸人が演劇するみたいな。たまにあるそうですね、ピュートの村田さんとか、ね。あ、へえ。サスペンダーズさんもなんかないんですか。あ、やってたかな。あ、まあ、ね、ドラマとかね。そうそうそう、朝ドラ出てますからね。朝ドラ出てるんで、うん、サスペンダーズさんとか。そう、僕らはね、いや、それは呼ばれたら出たいですけど。確かに、まあ全然あんま、なんかあんま日常にいないか、なんか見たいな。確かにむずいかもしれないですね。あと、あんまりコントをしないから。いや、そうですね、そう、演技力とか少ない、まあね、コントされる方の方が呼ばれやすいんですからね、舞台とか。こんなロングの警察官 A とかおらんもんな。ファンタジーものはね、2人。ああ、確かに。特にトキさんは。ああ、ファンタジーものね。ファンタジーもの、ね、エルフとかね。エルフ、そういうの、ね、エルフエルフじゃなかったみたい。なんかどちらかというと、なんかあの、なんかこじこじになんか出てきそうな、あ、なんかあ、アリスとかに出てきそうな、なんかトランプマンみたいな感じ。あ、エルフはちょっとイメージしてます。そう、トランプの兵みたいな、トランプ兵ですね。体はトランプのやつね。映えそう。あ、そんなやったら誰やねん。地雷やった。地雷でした、ね。地雷やったみたいです。ちょっとごめんなさい、踏んで死んじゃってました、ね。じゃあちょっと地雷を広げないために、はい、企画2の方に。あ、急に地雷のコーナーですか？地雷のコーナーちゃう。地雷のコーナーではないですね。地雷で言うとじゃないね。じゃあ、企画2の方参ります。お、夏の思い出、トークトークトーク。おー、イエーイ。トークトークトーク。はい、まあこちらの方がね、ちょっとラジオというか配信番組っぽい感じの王道の企画となっているんですけれども、まあ夏休みを終わらせないという、夏休みは終わらせないということで、うん、まあ、ちょっとね、この僕ら3人それぞれ、うん、この夏の思い出について、一番の思い出について、お話の方をね、させていただいて。今年は濃い夏でしたね。濃い夏でした。夏だね。まあ、そうですもんね、やっぱり M1 もね、まあ、そうですし、そうそうそう、結構いろんなライブに最近は呼ばれてますしね。うん、やっぱ濃かったんじゃないですかね。いや、それは講師ともに、そうそう、あ、講師、素晴らしい夏でしたよ。 C もね、うん、そうですよ。黒巻さんもそうですね、かなり濃い夏だったんですか。そうですね。じゃあちょっと今回も順番的には、あー、出てきた。お、めっちゃ加工してる。え、やばい。あ、これ僕です。あの、これは時間の近くですか。これ実家の近くなわけないやろ。近くじゃないですよ。なんで実家の近くであの耳つけんの。実家の前の道ですか。実家の前の道で耳つけんよ。ではないですね。そうですね。じゃあ僕から、僕、また僕、馬場さん、徳さんという順番で、はい、お話しさせていただくんですけれど、はいはい、自分はですね、この夏はディズニーランドに行ってまいりました。ディズニーランドやから、はい、ディズニーランドです。ディズニーランドやから、夢の国ですね。うん、まあ、8月の今年の今月の6日に行かせていただいたんですけれど、はいはいはい、友達2人と、はい、年下の友達2人と行かせていただいたんですけれど、あのですね、まずめちゃくちゃ空いてましたね。あ、そう、8月6日ですか。はい、6日で、夏休み混んでそうな時に。そうですね、やっぱり夏休みでディズニーランドってなると、やっぱり混雑するって皆さん思われると思うんですけれど、うん、いや、混んでるでしょ。いや、好きすぎてて拍子抜けしましたね。なんでそんな空いてたんやろ。多分その C の方が結構人が入っていたのと、はい、あとやっぱスペースマウンテンが終わったから、うん、それでだいぶ人が削られちゃったのかなって。みんなそれをやりに来てたんですかね。スペースマウンテンの7月までは割と混んでたらしいんですけど、8月以降は結構人少ないみたいな。耳つける派なんですね。あ、これはあの、もともと持ってきてなかったんですけど、はい、なんか3人でカチューシャつけたいねっていうことで、ミッキーのカチューシャして、で、ミッキーのタオルね。あ、ミッキーのタオル、これはミッキーのタオルじゃないです。あれ、これはそれこそ100均で売ってる緑のタオル。ミッキーの公式タオルじゃないか。一番実家のタオルやんね。そうですね。ミッキーのタオル、実家にあるタオル。すごい実家のタオルやん。実家のタオル。あれ実家のタオル。ちょっと見えにくいんですけど、このシャツはミッキーのロゴが、ミッキーのプリントされてるやつですね。サングラスをね、この胸元かけて結構ね、イケてるスタイル。確かに。そうですね、意識しましたね、そこは。サングラス普段かけるんですか。サングラスかけます。いいな。はい。よく逃走中のハンターみたいだって言われることがあります。 50m12 秒のハンターでございますけど、誰も使われへんやん。そうですね、
まあそれでアンドロイドをね、うるさいな、わざわざ12兄弟のアンドロイドを黒中好きすぎね、クロノス社が作るか、クロノス社まで、クロノス社まで、クロノス社が作るか、あと12兄弟のね、で僕は知ってますよ、逃走中のドラマの部分詳しいのすごいから、うん、月のなんとかでしたっけ、あのプログラマーの、そうなんかね、月の小田義彦さん、そうですね、ディズニーの話、そろそろミッションを出しましょう、もうええわ逃走中なんて、これな、何これ、これがですね、そう金毛って言うな、そうなんです、確かにめっちゃ虫やな、え、こんなん家に出たら最悪やん、そう、何これ、家に出たら即引っ越しですよ、これでもこれはなんかベイマックスのミッションクールダウンっていう、これ敵ですよね、さすがに、あ、敵ですね、ベイマックスの敵や、こいつはそう、こいつはベイマックスのキャラクターかは分かんないんですけど、口エグ、はい、ベイマックスのミッションクールダウンっていうのがあって、すごいめっちゃお水を放水するんですよ、そういうイベントがね、はい、口から、まあ、あ、そうですね、あの口からも出てきましたし、あと下の穴のところとか脇のバキツのところからもうすごい多方面から出てきて、すごいな、でやっぱりその熱中症がね、やっぱこの時期8月は特に多いので、まあ、熱中症対策とかも含めて、こう水をバーってばらまいてってっていう、あ、味方なんや、ベイマックスの味方なん、こいつ、この見た目味方なん、こいつ味方なん、口から出すんでしょ、味方なの、え、こいつがね、こいつが今住んでる家の近くに来たらどこまで引っ越します、いやもうそうですね、この見た目のやつが家の近くに現れたらこれどこまで遠くまで引っ越しますか、いやもう愛知まで行きますよ、愛知まで行くか、県またいだな、分かるな、でもそれぐらいまで行けば、そうですね、都内やったら全然くっついてきそうやもんな最悪やで、覚えられてるやろ、覚えられてるな、うん、まあ結構本当についてて、あのアトラクションも、うん、あの一番長並んでるやつで45分ぐらいだったんですよ、うん、あのベイマックスと美女と野獣が一番並んでたんですけど、はいはいはい、そうです、あ、これです、これなんですか、美女と野獣、これ美女と野獣のエリアで撮らせていただいたやつですね、綺麗なおならも出してね、シャボン玉、おならじゃないです、シャボン玉ですよ、あ、違うんですか、誰が手からそうですね、あとはまあ結構おなら溜めた、あ、そうですね、おならを一回溜めて出すか、おならの水筒ちゃうね、夜もすごいいっぱいね出てきまして、すごい、はい、この写真もすごいたくさん撮りましたし、あ、いや綺麗、あ、あとそうですね、こうやってあ、ミキ丼や、ほんまや、そうですね、北斎っていう和食料理屋さん、北斎の、でどこですかこれ、これはあの中ですか、中っていうか、あ、中にあんの、最初のお土産とかのあるロードの和食屋さんがありまして、まあ、アトラクションも1日15本うわすごい乗ったな、本当にもう充実した、なんかやっぱ空いてたからたくさん乗れましたし、ね、やっぱミッキーといえばエビですからね、やっぱり、そんなイメージないです、そんな高級といえば海鮮ですから、そんなアレルギー出ちゃうじゃないですか、ミッキーの愛した海鮮、ウォルトディズニーね、まあ、自分はそうですね、こんな写真も友達が撮ってくれたりとか、征服した、はい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 、ディズニーランド、まあ本当にもう楽しい1日でしたね、うん、いやよ、全ての公園からベンチをなくしますいや最悪の政策や最悪の政策です全ての公園からベンチをなくします、困るって、困るね、そんなホームレス対策の行き過ぎたホームレス対策風船を持ってる人は罰金とします、最悪や、まあ、自分はの夏休みの思い出はこんな感じでしたね、おお、いいですね、はい、こんな写真も撮れましたし、はい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 、じゃあ次ババさんにバトンタッチ、まあ確かに、うん、時間も短いですから、そうね、手短にね、はい、あの最近ね、あの夏で言ったらね、トギとね、僕とね、あとね、もう僕ら同級生なんですけどね、もう一人とね、はい、もう一人ね、小学校から友達がいるんですけど、ね、うん、その小学校の友達にね呼ばれてね、うん、なんか午前中にねスカイツリーに行くというね経験をしました、ね、はい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 、そう、それたまにね、そうあるな、その社会人は、うん、向こうは社会人やってて、うんうん、で社会人体質やから生活がリズムが、うん、もういつも午前中に呼ばれて、そいつが関西からたまに来んねんな、そうそうそう、その時に3人で遊ぶみたいな、そうそうそう、あ、そっか、関西出身ですね、そうそうそう、僕ら関西なんで、そうですね、もうめちゃくちゃ暑かったでしょ今年、うん、ね、そう、スカイツリーからね、なんか知らん、もう東京が楽しくて仕方ないから、そいつは、うん、その40分ぐらい歩いて両国国技館まで行きたいとか言い出して、うん、もうね、炎天下なんですよ、うん、でもうめちゃくちゃ歩いてね、なんか途中でね水買おうって言ってコンビニ入って、うん、そしたらなんか時かその友達かがね、うん、なんかナルトのねビックリマンチョコみたいなね買い出して、鬼滅かな、鬼滅か、うん、なんか買い出してね、うん、でそっからね、なんかその鬼滅のねウエハースをね、うん、シール欲しいからって言ってね、ウエハース全部僕に食べさせてね、うん、
でそっからなんか鬼滅やったっけ、ナルトやったっけ、いやだから熱いって言ったら そのナルトの、うん、そっからは一回でも熱いって言ったらそっからナルトのモノマネをしようみたいな、ほんまにその友達のノリでね、そういうこと、なんかそっからずっと友達が熱いって言ってないのにそっからずっとなんか途中からナルトのモノマネを二人がしだして、うん、熱いてばよとか、うん、熱いてばよ水飲むってばよとかそれぐらいのことを40分間ね、ま、前になんかちょっとミニスカートの女性があったら、うん色当ての術とか言ってな、聞こえてたらまずくないよな、最低すぎるノリを、聞こえてた、もう40分ずっとやってね、うん、もう最悪でしたわ、まあ、でその後ちゃんこ鍋をね両国ついて、まあ、僕らまだ30歳ですからね、そういう遊びもしたいですよ、ね、いや30歳ねもうナルトのモノマネとかしてやっぱまだ遊びますよね僕ら、世代ですからね、まだ30歳ですから僕ら、でねなんか両国でねちゃんこ鍋食べてね、そら、うん、ね、もうやっぱそこで道中はしゃぎすぎてね、もうめっちゃ美味しいちゃんこ鍋なんですけど、もうみんなもう離婚決まったみたいに無言で食べて離婚の話してるみたいな、そう疲れすぎてもう離婚の話し合してるぐらいもう無言で食べてる、そのまますぐ帰ったっていうね思い出がねありましたよ、めちゃくちゃ大変やったあれ、うん、暑すぎた、夏でしたね、いやほんまやったら楽しいんでしょうけど、うん、川沿い歩いてちょっと暑すぎてね、うるさすぎましたねあれは、うん、ひどかったな、ほどいやそれは思い出、うん、思い出ですよ、マイナスの方の思い出じゃないですか、いやまあね、まあ、でも楽しかった青春、遊びはしました、遊んだ思い出ではありますからね、うん、なるほど、もう変な、もう時間も短いですから僕じゃあパッと言っていいですか、はい、僕今年の夏ね、あの新しい顔を見つけまして、こちらちょっといいですか、はいこちらあの今年の夏見つけた変顔です、なんやねんこの思い出僕やっぱその鏡の前でその変顔を試したりよくするんですけど、うん、なんか新しい変顔できひんかなみたいな、うん、で自分の中のこのエースの変顔っていうのがその時々にあって、うん、写真とか全部それで写るみたいなのあるんですけど、うん、今僕今年のこれ見かけてこれ鏡の前でねいろいろ変顔をこういろんな、なんか口とか動かして試すんですよ、うん、その時にこんなんね一回も出てこなかったんですよ、うん、でもねその同期のやつがねちょっとあのライブの途中でちょっとカメラ撮るわっつって休憩してる時にパッて向けられたら僕一瞬でこの顔できたんですよ、うん、えでほら近っえって僕この顔最近見つけたエースの顔です。確かにもうどのライブのライブがありましたみたいな集合写真どの時もあの顔するみんなで集合写真撮ります、はいチーズって、そう前列でこれしてる時もあれば、そうそうそう後列でこれしてる時もあるし、うん、これでかい収穫ですね今年の夏の思い出、うん、これ夏の思い出やな、何しとんねんこれいや日々ねやっぱ変顔探してるんで、僕変顔好きなんで、なるほどね、うん、来シーズンはまた違う変顔が生まれるかもしれない、楽しみですね、うん、はい、そうそう、いやありがとうございます、あ3分ぐらいしかないですよ、いやそうですよ、そうですね、あ名前じゃあどうでもいい告知の方に移らせていただきますかね、はい、そうそうね、おしまいですからね、はい、じゃあちょっとこっちにせんでええわ、何回も見てる二度とすなお前俺には、いやそうですね、じゃあちょっと私の方から告知の方先失礼させていただきます。どうぞどうぞ。2つ告知がございまして、はい、1つ目はこちら、バッドラック、そうですね、舞台バッドラックに出演させていただきます。舞台です、ね、こちらですね BL を、あもう一つ前のバッドラックの方ですね、こちらあの BL をテーマにした作品でして、私は主人公の運命を握る死神の一人ケルベロス役を演じさせていただきます。はい、えあのケルベロスですか、です、ね、犬というか、はい、そうですね、頭3つの、そうですね、ま19月の19日から23日ちょうど両国のエアスタジオという場所で、ね、ほんまや、国技館の近くですね、で、やらせていただきます。昨日台本配られまして、すごいやっぱりボリュームのある作品となっております。ぜひ見に来てください。これ19日から23日ってこれちょうど僕が21日誕生日なんですよ、9月21日、ね、ちょうどその間でやってくれて、うん、僕のためですか、違うわ、いやそうです、わざわざやってくれて、もしかしたら違うわ、もしかしたら、ありがとうございます、原作はトキさんかなやばい、あとちょっとしかないですよ。じゃあもう一ついきます。もう一つの舞台はこちら、はい、アッカービル家の負け犬ですね、こちらはですねミステリーものとなっておりまして、私は事件の舞台となるアッカービル家の長男ウィリアム・アッカービル役を演じさせていただきます。それ犬ですか、あ違います、これ違うよ、これは赤、こっちも確かに負け犬って書いてありますけれど、うんうん、お前、はい、
そうですね、こちらは、8月の、あ、失礼しました、10月の25日から27日にやらせていただきます、はい、木星劇場という場所でやらせていただきます。どちらも楽しい舞台になっておりますので、ぜひ見に来てください。ああ、これ10月26日って僕のお姉ちゃんの、もうどうでもええねん、お前のお前の話ばっかり、時間ないねん、姉妹で中日、もう時間ないねん。じゃあもうちょっと、僕は別に告知、僕ら野菜ワングランプリというのにね出ますから、はい、それだけ見に行ってください。はい、別に、まあ、8月の31日ですか、はい、ちょうど夏休みの最終日になります、ね、はい、あ、そうです。あ、これね、こちらです、ね、小島よしおさんも出ますから、はい、よかったら見に来てください。ママタルトさんもいらっしゃいますね、はい、これよかったらね、はい、見に来てください、はい、31日の夜です。いや、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ちょっと最後駆け足になっちゃいましたけど、うん、本当に楽しい時間、ちょ、あの、ね、最初のあの便器の時間がちょっといらなかった。いや、いりますよあれ。あれいります。あれだけでよかったくらいですよ、うん、便器の時間もうちょいコンパクトにできたらよかったです。素敵な夏休みをね、お過ごしくださいね、皆さん、はい、あ、そうですね、こちら僕の、はい、あの SNS も、ね、SNS の UR もございますので、はい、ぜひチェックしていただけたらなと思います、はい、さあ、というわけで残り5日間最高の夏休み過ごしましょう。夏休みは終わらせない。以上です。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。